いい部位いっぱいいる。そしていますね、写真やばい指名手配犯みたいになってる、顔隠されて。おおお、これはこのお手ぶためした木の実たち、こちらをね回収していこうかなと。行きますよ。皆さんどうも、こんにちは、魔法王国グレッシーナの王女リリカルサトリエです。今回の動画ではイベント直前の土曜日、日曜日の睡眠レポートとゴールド9発電所登場キャンペーンに向けて、姉妹堂の様子、そしてお手ぶため解放の様子をお届けします。さあ10月5日の土曜日の分の睡眠レポートです。これはね、待ってよ、ウトウトが 13% あるからウトウトの可能性が一番高いんだけど、特徴がない可能性も大いにある。特徴なし、そして特徴なし。スヤスヤタイプっていうことはコリンクが来ますね。わかんない、確実とは言いません。来る可能性があります。さあどうだ。いい部位いっぱいいる。そしてコリンクいますね。踏ん張りね。おー、星にスタートですか。コリンクの目の色が可愛いんだよな、この黄色い目、可愛い。あ、なんかナチュラルに別の電気タイプが。尻尾光ね。星さん、モココの星さんって、そうだよね、コンプリートです。やったー。この写真やばい指名手配犯みたいになってる、顔隠されて小リンクに着いた。じゃあもう捕まえちゃいますかね。うん、かわいい、笑顔が素敵。喜びを表すときに顔を、おーい、じゃあイーブイ捕まえるか。おお、いい、しっぱりですか。ちょっと、あー、木の実ついてる、しかも。おお、なるほどね、進化させたら木の実タイプになったりしないかな変わってくれたらね、ちょっとワンチャンあるかもって感じなんですけど。疲れ様でした。あ、やべ、これ受け取ってから発動させるつもりだったのに、やっちゃったー。本日もね、睡眠レポートをね、受け取っていこうと思います。そして大成功は出ず、10月6日の日曜日の分の睡眠レポートです。予想ではスヤスヤです。あー、これはスヤスヤじゃないかも。あ、特徴なしかもそっか、おー素晴らしい、お手ぶざめしててこれはだいぶいいよね、素敵。お腹の上でだー、ゲット。おお、あ、踏ん張りね。どうしようかなー、まあ、EV も魅力的だけど、影坊主、お前だ、お前だ。さあどうなる、脳天気。おおお、これは木の実エースがついている。木の実エース、お手スピ付き。ああ、ありですね、君ね。 ABB ですか。まあ、ありですね。ちょっとこんなにでも障害いらないかも月曜日になりましたので、移動していこうかなというところでございます。やったー。お、2回睡眠ちょいちょい取ってたのに A 取れるんだ、すごいね。で、今回はイベント期間中のこちら、ゴールド9発電所に行っていきましょう。他にもね、若草本島の方でもイベントはね、されている状態ではあるんですけど、まあ、せっかく行けるのでね、ゴールド9発電所の方に行きます。先週ね、ゴールド9発電所にいた分、フィールドボーナスが載っています。最高。よろしく。さあ、やってまいりましょう。今週はデザートドリンク。え、先週もデザートドリンクだったんだけど、本当にデザートドリンクしか出ないんだけど、マジ？今回のイベントについて振り返っていきますか。若草本島でリサーチできますと。睡眠リサーチにて、特定のポケモン、アゴジムシ、コリンク、ココドラの出現確率が上がりますと。で、他の睡眠タイプのポケモンもリサーチで出るようになりますと。そういうような感じですね。このお手ぶだめした木の実たち、こちらをね、
回収していこうかなと思います。さあもう行きますよ。さあその数なんと500超え、素晴らしい。やっぱやらい子は強いんですけど、こうして元気と食材をどっちも手に入れようのかい。欲張りセットでいこう。今週のマスターさん、アゴジムシですか。え、行きたいね。行きたいな。行けちゃうんじゃない、この調子だったら。すぐに。もうヒュイで行っちゃうんじゃない。ヒュイヒュイヒュイっつって。マスターさんまで行くのには、128万。100万ぐらいだったらなんか行けちゃいそうだよね。なんかこの、超強いライチュウたちがいたら。え、これさ、使ってみてもいい？使ってみたい。よし、使わせていただきますよ。とう！あ、4種類25個ずつなんだ。へぇー。あ、でもなんかいっぱい作れるようになってる。卵欲しいな、卵。卵25個まであといくつ必要なの？ 1 個も持ってない。卵1個も持ってないことある。さあ、お願い。大成功、大成功、大成功、大成功。いけ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 、こら、来い。おー、やったやった。こらって言っちゃったけど、なんか、叱られて喜ぶタイプだった。おー、いいですね。ノーマル4。上がりましたね。いや、今週は耐えというか、お手ぶだめも消費しつつ、マスター3人乗せに行きますが、週末、幸運の子を焚いて、無理やりエナジーをこう、マッハさせて、こう、頑張っていく感じかもしれん。イベントがね、今日からなんで、新しくパックがね、発売されましたと。こういう感じでね、出ましたよ、パックが。明日からこの辺を焚いていこうかな。イベント、ゴールド9発電所登場キャンペーンでは、ビリカ様を含むブレ好きな3名で、新ポケモンのアゴジムシ、コリンク、ココドラの寝顔コンプリートを目指します。ぜひ応援よろしくお願いします。今週金曜日からは登録者4000人記念イベントを3日間連続で行います。日曜日、13日にはポケモンスリープお泊まり会配信も行うので、ぜひお越しください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。コメントも一つ一つ目を通しているので、書いてくれたらとっても嬉しいです。それでは皆様、おつるしゃです。